第2クール入りましたけど、はい、今ジャパンのユニフォーム着て、慣れてきた感じでしょうか、はい、どうでしょうか。いやもう人生で初めての代表なんで、すごい嬉しい気持ちと、まあ、不安な気持ちが少し入り混じって、はい、練習させてもらってます。チームにいっぱい、まあ、ジャイアンツの先輩もいますし、はい、他に、まあ、いつも一緒にプレーしてない選手もいますけど、こういう環境で野球をすることってどうですか。はい、いや最高だと思います。はい、なんかこう いろんな刺激もあるって感じですかね。まあ、本当にいつも対戦している選手とか、参考にしている選手がすごい身近にいるんで、まあ、本当に疑問に思ったことをすぐに聞けるので、素晴らしい環境で練習させてもらっていると思います。あの初戦オーストラリア戦の先発と、まあ、それに向けてのところの登板を、はい、まあ、井端監督からまあ、メディアに向けても明言あったんですけども、はい、そのあたり、まあ、初戦を投げるってことについては井上選手自身どうですか。やっぱりチームに勢いが関わってくると思うんで、まあ、自分のピッチングでなんとか日本に勢いをつけられるように思い切って投げたいなと思います。なんか監督からどのように伝えられたかとかちょっと思い出せますか。その初日の練習のアップの前に、来ていただいて、初戦投げるから日本に勢いをつけてくれって言われました。それいきなり来てそれ言われた時どんな気持ちですか。いや真っ白になりましたね。はい、今はそこから少し落ち着いて整理はできてるんですか。はい、そうですね。どういうふうにピッチングしようとか、そこまでどういうふうに調整しようとか考えながら練習してます。なんか一つ気をつけたいというか、そこまでの調整で注意すべきところは今の年やっぱりボールが今までと違うので、そのボールの対応をしっかりしていきたいなと思います。あの、まあ、この代表に選ばれるというのはこれ今シーズンの活躍があってだと思いますけども、改めてこのチームの中でここを見てくれというか、ここが自分の強みだなと思うところはどこだと感じてますか。はい、いやもう初めてなんで、もう思い切っていける姿を見てもらいたいなと思います。そこのなんか思い切りの良さみたいなのがご自身では強みかなと。はい、そうです。ちょっとこじつけにはなっちゃうかもしれません。このプレミア12年という大会が一番最初始まった時の開幕のピッチャーが、まあ、大谷選手で、はい、そこからこの大会始まってるんですけど、まあ、そういうなんか開幕の投手に選ばれたっていうところの栄誉はどう感じてますか。いや本当にそんな選手と同じ、役割というかを任せてもらってるのは本当に嬉しいことなんで、そこに恥じないように、しっかりやっていきたいなと思います。その大谷選手ってこう、まあ、世界一におとといなられましたけど、はい、なんか見られたりしました。はい、見ました。どんな印象というか、どんな選手ですか、井上選手にとって。漫画の中の人みたいな感覚です。はい、わかりました。最後に、まあ、世界大会初めてということですけども、最終的にはこうどんな目標を持って挑みたいと思いますか。まあ、最終的にはやっぱり世界一になれるように、自分もその一つのピースになれるように、思い切ってやっていきたいなと思います。リスポーツですか。リスポーツですけども、はい、この合宿4日間行って、特にあの東郷選手の一緒に、はい、練習したりお話しするようなのを見かけたんですけど、東郷選手どんな存在でしょうか。いなくてはならない存在かなと思います。はい、どんなアドバイスを書いたりしましたか。いやもうボールの対応だったり、選手とのどういうコミュニケーションしたらいいとか、もう何から何まで全部聞いてます。で昨日はオフだったんですけど、はい、どういった過ごし方してたんですか。いやもう何もしてないですね。はい、今度はご飯とか食べてますか。いやご飯も行けないです。はい、改めてじゃあこの意義を言っていただいてもいいですか。まあ、世界一になれるように自分もそこの一つになれるように精一杯やっていきたいなと思います。ありがとうございました。定義は大丈夫です。ありがとうございました。
はい、お願いします。今日あの初の実践式の登板がありましたが、はい、改めてどんなテーマを持って登板されますか？バッターに投げるの久しぶりだったんで、まあ、誰がバッターとか気にせずに自分のボールを投げることだけを意識して投げようと思って投げました。打者10人に対して4奪三振という結果でしたが、そのあたりはいかがでしょうか？特に気にしてないんで、まあ、自分のボールは投げれたんで、そこは良かったかなと思います。特に良かったボールとかは？そうですね、左バッターにしっかり角度のあるボールを投げれたのが良かったかなと思います。最初森下選手に三振だったのはチェンジアップ？いや、あれフォーク、スプリットですね。今日いいボールもあった中で、今後改善していきたいところとかも改めてありました、ね、そうですね、今日はワンワンからのピッチャー有利のカウントだったんですけど、フォアボールもなく投げれたことが良かったかなと思います。このキャンプも後半に入ってきて、試合も近づく中で、現在の調整というのは順調でしょうか？そうですね、はい、どのポジションでもしっかり自分の役割を果たせるようにと思って練習してます。登板後にアナリストの方と少し会話される場面もあったからと思うんですが、はい、どういった会話を？そうですね、回転軸とか自分はこうしたいですっていうのを伝えて、それはどうですかみたいな会話ですかね。なんかボールのリリースとかそのあたり確認されていたのかなというふうにも見えたんですか？はい、そうですね、エクステンションっていう、どれだけ前で投げれるかっていう数値の話をしてました。ボールがいつもと違うボールにはなりますが、そこの感触とかはいかがですか？そんなに抵抗もなく、自分の感覚的には NPB 級よりちょっと硬くなったぐらいなんで、そんなに何も変えることないかなっていう感じで投げれてますね。今日のヒット性のあたりも少なく抑えられたと思うんですが、改めて今後どのように調整仕上げていきたいと思いますか？やっぱり海外の選手はやっぱパワーもありますし、もう日本人みたいにミート力が、日本の選手みたいにミート力があるかと言われたらそうでもないと思うので、しっかり空振りを取って、一番いい三振という形を取れるようなパフォーマンスを出せたらいいなと思います。ありがとうございます。はい、よっしゃ。じゃあ今日お疲れ様でした。よっしゃ。じゃあ今日2クルー目の1日終えて内容としてはいかがでしたか？そうですね、外での練習は、少なかったですけど、充実した1日は、送れました。今日はフリー打撃では住田選手から何本もいい当たり打っていましたが、その辺はいかがでしたか？そうですね、自分だけ住田さんと対戦なかったので、自分もすごく、楽しみな感じで、打席に入れたので、内容はどうこうとして、良かったなと思います。今日は岩田さんが森田選手に、よく触れているというふうにコメントあったんですけど、ご自身 の状態についてはいかがですか？そうですね、試合が空いてますけど、状態としては、いいというか、普通の状態をしっかりキープできているかなと思います。初日と比べてもかなり多くの選手とコミュニケーションを取っているイメージもあるんですけど、その点はいかがですか？そうですね、野手の人たちとはだいぶこうコミュニケーションを取れてきているので、ピッチャーの方とまだ取れてない選手とかもいるので、なるべく、この期間中に、宮崎の期間中に多く取れたらなと思います。では最後に5日の広島戦での練習試合ありますが、そこへの意気込みお願いします。そうですね、まず結果をこう出さないと、スタメンで使ってもらえるかもわからないと思うので、しっかり結果残して、頑張りたいなと思います。改めてですが、位置づけというのはどういったところでしょうか？そうですね、年齢としてもまだ、若手の部類に入ると思うので、元気よく、はつらつとしてやれたらなというふうに思ってます。元気よくはつらつととありましたが、中央大学 の,
方は5人、亀井コーチも入れて5人いる中で、その同じ大学の人がチームにいるというのは森下選手にとってどうですか？すごくやりやすいですね。やっぱり、大学時代から、まあ一緒にやってきた人たちとまたこういうトップチームで一緒にできるってところで、まあ自分自身もすごく刺激になりましなってますし、はい、まあ、頑張りたいなっていう気持ちは強くなりました。練習前とかアップの時とか古賀選手と前後組んだり和気あいあいした感じもありますが、そういったなんか、まあ、やりやすさとかはやっぱりある感じですか？ね、そうですね、まあ、やっぱり、やってきた選手とは、まあ、そうやってコミュニケーションよく喋れるんで、やっぱり喋ったことない人たちと、まあ、そのぐらい、フレンドリーに話せるような形でできたらなと思ってます。野球の目になるんですが、今日ライブ DB 参加されて実戦からおよそ半月ぐらい離れた中での打席で、まあ、最後の打席ではフェンス直撃もありましたが、手応えとかはいかがでしたか？そうですね、まあ、ボール自体は、まあ、見れてたというか、こうしっかりボールに対して触れてたので、最初にしては良かったかなと思います。なんかその最後の変色の後こう笑顔も見えましたが、ご自身の中で納得いくというか調子いいなとかそういった感じもありますか？そうですね、まあちょっと先っぽだったんですけど、やっぱり、まあ、いきなりこういい当たりが出るとは思ってなかったですけど、いい形で触れたので、継続してやっていきたいなと思ってます。宮崎キャンプも残り半分ほどなって実戦も近づいてきましたが、改めてどのように今後仕上げていきたいと考えですか？そうですね、まあ、やっぱり、勝つことが一番だと思うので、そこに向けて試合に向けて、調整して、状態をしっかり上げていった中で、プレーしたいなと思います。ありがとうございます。はい、分かりました。見事なホームラン、 WBC の熱狂を再び、最強をつなげ、譲らない。世界野球プレミア12、11月開幕。テレビ朝日スポーツ公式 YouTube のチャンネル登録はこちらから。フィギュアスケートやサッカー、バドミントンなど、ここでしか見られない限定コンテンツがたくさん。ぜひたくさん見てください。